激戦の結果、連地下道から戦率いる本隊もそろそろ到着するはずだ。合流し敵を包囲するぞ。城の出入り口を抑えれば総秘軍を追い詰めることができますね。もう打ち取った。心を攻める戦などと言っていたな。誰の入れ知恵だか知らんぜ。お見事な戦です。その覚悟のほどが花となって咲くような。曹操殿と戦うは本意ではないが、師として手は抜けん。お前がそういう男なのは知っている。元より手加減など望んでいない。引くしかない時もある。地下道を抑えられてしまった。これでは皆が不安を抱いてしまう。じわじわと追い詰められていくこの感じ、何か過去を思い出しそう。士官は目の前、全員据え、道をこじ開けよう。先行部隊は手はず通りやっているようだ。このまま包囲がなれば。つまりの描いた策の通り進んでいるのかな。猛徳が来たか。本隊と合流するぞ。また戦いが始まるのですね。静かに楽を奏でることすら許されない。曹操殿まで現れたか。地下道も塞がれ、俺たちに未来はあるのか。お前の戦、並大抵ではないな。父は先行部隊と本隊とで敵を包囲するか。鍵を持つ者もいるようだ。逃げ場をなくした上で攻め立てるとは、慎重な戦をなさいますね。父の狙いは城を落とすことではない。我らの降伏よ。先行部隊との合流はなり、もはや敵は袋のネズミ。これが心を攻める策か。あとは待つね。敵は勝手に崩れる。もはや勝ち目はない。逃げ場もない。我らは降伏するぞ。門を開けよう。早くも下る者が出た。投降は連鎖する。この流れが続くと全ては投降を誘い策。曹丕殿の読み通りだったのですね。うん、士官は策を見抜いていたか。この成長を喜ばしく思うぞ。奥義、鎖は打った。これより反撃に移る。押し通る。しかし投降を防がんと撃って出る。全軍敵の迎撃に備えよう。さて次なる策に移る。これはどういうこと。城門が閉ざされて味方と連携が。知らぬうちにネズミが入り込む。やってくれる。ずっと隠れてるって案外つらいの。ですが策はなりました。ハンデイ殿、
敵場へ侵入してのかく乱、お見事です。へへ、昔取った絹塚ってやつ。狭い城の中って指揮系統が混乱しやすいんだよね。敵は孤立し浮き足立っています。今のうちにカッコ撃破してしまいましょう。策はなったか。わしは士官に会いに行く。我が軍は分断され総崩れか。ならば父よ、私自ら出迎えよう。しいですわ。信じた。やっぱりお前は頼る。我が君、本当によろしいのですか。父君と刃を交えることになっても。今アレスに無用な疑念を持たれたくはない。それにおとなしく撃たれる父ではなかろう。獣の相手などうんざりですわ。孤立した敵を撃つぞ。ラン、修羅に入ります。俺はこっちの敵を撃つ。アサナ、向こうは頼んだぞ。あ、やられんなよ、清正。押して参る。加工隊さん、撃ち取った。ずっと気になっていたことがあります。あなたはなぜ主を呼び捨てになさるのですか。わからんのか。ならばお前も呼んでみろ、あの魔王。おい信長とな。なんと無礼な。そんなことをするくらいならランは死を選びます。どうにもならん。父よ、意地を見せました。この城と宝は好きにされよ。いい、宝とな。宝とは城の